では、休憩明けて続きからやっていきましょう。なんか、しれっと王様のマークありそうな気もするけど、見当たらんな。まずは地下に行ってって下りか？この BGM。 改めて見るとちょっと不気味な感じだよな。幽霊屋敷って呼ばれてるみたいだしね。お待たせ。うわ、脅かすなって。なんだよ、ビビってたのか。ビビってないな。ごめんね。それでどうだった、聞き込みの方は。結論から言うと、ロクサスのことを知ってる人はいなかったんだ。ああ、残る手がかりは幽霊屋敷だけ。行ってみましょう。もう一つのトワイライトタウンへ。あ、どういうことになっちゃうんだろうな、この3人組。ハイネたちが行っちゃうと。おお、あったあった。パスワードはと確かシーソルトアイスだったよね。よし、ログインした。あれ、なんでしてんだっけ。それで転送装置はと。慣れすぎじゃね。ダメだ、転送装置がプロテクトされてる。それってどういうこと。残念だけど、もう一つのトワイライトタウンへは行けないってことだよ。なんでだよ、前は動いてて空を送り出しただろ。そんなこと言われてもどうしようもないよ。他に方法はないのよね。僕には難しいね。そっか。お、やあ、空くん、今コンピューターの前にいるんじゃないかな。めっちゃ連絡くれるやん。そうだけど、どうしてわかったんだ。アンセムコード解析のために賢者アンセムが使っていたコンピューターを調べていてね。そちらのコンピューターをモニターしていたところにログインがあったから、もしかしてって思ったんだ。ああ、そういうこと。全然わかってないでしょ。ドナルドだってわかってないだろ。僕もちんぷんかんぷんだよ。一体誰がログインしたんだい。あ、僕です、ピンツって言います。僕がコンピューターを操作しています。よかった、とりあえず不正ログインではないってことだね。はい、でもちょっと困ってるんです。プログラムの一つにプロテクトがかかってて実行できないんです。どんなプログラムだい。もう一つのトワイライトタウンへ行く装置だ。ロクサスの唯一の手がかりなんだ、なんとかならないか。もう一つのトワイライトタウン、転送装置。おそらくそこはコンピューターで作られたデータの世界だね。データの世界？それは、うん、前と同じ地味にメモを解析して作った世界だね。こっちでも調べてみよう。ピンツ君、こっちのコンピューターとネットワークを構築しよう。アドレスは、
器用だね。共有化した。これで OK だ。それでどうなったんだ？こちらとそちらのコンピューターとでネットワークを構築したから、こちらからそちらのコンピューターを調べたり操作したり。ロクサスのデータも？ああ、以前構築した仮想世界が完全なものなら、賢者アンセムは完全なロクサスのデータを取り込んでいたはずだよ。それならコンピューター内にロクサスのデータログが必ず残って、とにかくアンセムコードの解析がはかどるし、データのトワイライトタウンのことも調べられるってことだよ。そっか、よかった。わからないなりにわかったから任せるよ。要はわからないんだね。いいよ、引き受けるよ。チップ君とデール君もいろいろ協力してくれてるしね。じゃあまた何かわかったら連絡するよ。ああ、そうそう、一つ心配なことがあるんだ。お、元13機関で僕たちと同じ賢者アンセムの弟子だったエヴェン、君たちにはビクセンって言った方が分かりやすいかな。彼も僕たちと同じように人間に戻って意識不明の状態が続いていたんだけど、リアがこの地を去った後姿を消したんだ。エレウスとディランの二人、君たちが知ってるレクセウスとザルディンが探してはいるんだけど見つからなくてね。嫌な胸騒ぎがしてるんだ。もしかして闇の勢力に？その可能性は十分あると思う。彼の研究はあいつだけ全然トレーラーでも出てないもんね。わかった、ありがとう。やべ、結構経ったよな。バイトの時間だ。はいね、こんな時までバイト？それとこれとは別だ。先立つものがなければ海にも行けない。そして何より大事な焼きそば4人分買わないとな。ん？ああ、そういうこと。素直じゃないよね。またな、ソラ。あ、またな、ハイネ。またね、ドナルド、グーフィー。またな？みんな行っちゃうんだ。じゃあ僕はコンピューターを調べてるから、僕の分もしっかり稼いできてね。ピンツは焼きそば抜きな。いやほんと海行ってほしいね、ロクサスたちは。町に戻ろう。オッケーオッケー。中にははいですか。町に戻ってみる。お、食材。これまたレニーかな。あ、いやこれは PV のロクサスを復活させる気か。アンセム、ゼムナス。存在しないものをどうやってこの世界に呼び戻すというのだ。ロクサスは存在している。今も俺の心の中に。仮にロクサスの心を復活できたとして、心を治める器はどうするというのだ。ロクサスはもう一つのトワイライトタウンで存在していた。きっと復活させられる方法があるはずだ。自分で言っていることに気づいているのか。それはただのデータに過ぎない。心は何にだって宿る。それがデータであっても俺が必ず証明してみせるさ。アンセムもゼムナスももともと一人だったんでしょ。なんで今一緒に存在していられるのかな。それができるなら空とロクサスも一緒にいられるってことだよね。パイセン、そっか。それじゃアンフィックスだじゃ。そこまで言うのなら任せよう。ロクサスの復活は我らにとっても望ましいこと。もうロクサスはお前たちの言いなりにはならないさ。忘れたか、ノーバディは
闇に心を奪われた抜け殻。ロクサスを復活させるということは、再び自らに闇の力を用いること。ソラ、お前は結局闇の力を使うのか。それは。まあいいだろう、闇に心を委ねるがいい。おっと、ネオシャドウこの段階で早い。めっちゃ綺麗になってさ。心を解き放って。待てよ。声。闇の力じゃない。それは。はい。おらららら。ずっとガードしとけんのはマジで助かるな。あ、しかも動けん。あ、攻撃してくんない。おし、おーい、フィニッシュ。よし、でもってフレアフォース。オッケー。お、ブリザード覚えた。それは助けたい一心。俺は心のつながりをたどってロクサスを助けてみせる。手伝ってくれるよな、ドナルド、グーフィー。もちろん。アンセムとゼムナスの目的はわからないけど、ハイネたちに注意するように言っとこう。そうだね、町に戻ってみよう。この森のところっぽいやつで PV 上マールーシャも出てたよな。ちょっと回復しとこう。さあ、心を解き放って似てね。お、あ、キーブレードこれだったらこう。おー、なるほど、シュート力変わっていた。カウンターシールドにしといて、普通のキングダムチェーンに切り替えて、痛い痛い痛い。はい、はい、はい、で、魔法大事だね、本当に。動きを止めるのに。セガンド4。はい、どうも、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。おい、鎮火して。よし、トリニティラッシュ使っときたいな。ほい、トリニティラッシュ間違えたー。 L2 で、よいしょよいしょ、シールドバッシュシールドバッシュ。はい、一緒に一緒に押していこう。
ィニッシュ。おーし、気持ちいい。ファイラッ、おスプラッシュライド、ここら辺でも雑魚が出てくるはず。フィニッシュ。ああ、間に合わんかった、しまった。セカンドボール、これは切り替えて置いとける、置いとける。なんかボス前にすげえ準備とかするかな。間違えた、ロック落ちたよ。セカンドホーム S、 スタンインパクトでまとめてやっといて、引き寄せてドン、 OK、 ほい、戦闘がほんと楽しい。敵がもったいないが、このところにも幸運のマークがありそうだよね。なんやて、パイセン、グーフィーパイセン見つけた、本当ありがとう。次は僕が見つけるよ。いや君だよ、もはや見つけてくれたのは。どんだけ優秀なんだ君は。そうか、こっちから戻らんでも全然あれだ、エリア移動使えばよかったんだ、セーブポイントから。まあいいでしょう、レベルあーリンクになってる。てかブリザードシューティングライト、腕腕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 腕、連続ヒッチャンス、オーケー、次の敵出てきてほしかったが、よし、今度こそアビリティで、アビリティじゃねえけどフュージョンスピン、はい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 、ここら辺も結構大事そうだけどな。ファイアアップはちょっと覚えときたいところだな。先にこっちつけちゃうか。優秀すぎて消えるフラグに見える、まあもう怖いよね。トレーラーでいろいろとね、怖いわ。ショートカットもね、3種類 L1 押してるときに十字キーで合計ショートカット3つできるようになってんだよね。セカンドホームにして鍵切り替えといて完璧、いいねこれで。ショートカット罰を回復と、あ、ケアルも覚えてんじゃん。こっちでもいけるっていうのがね。で、ワンダーバルーンここに置いとけば。いやー、ショートカット3つはマジでありがてえ。最初のうちまた間違っちゃうんだろうな。ブリザード、ブリザード。使うぞ。ここも登れる。あ、なんだ。もうトラム広場か。ショートカット3つマジで嬉しいね、ほんと。かゆいところに手が届く。お前たちじゃな、うちのシェフを助けてくれたのは。おじさん、あれ、前はホローバスティオンでアイス売ってなかった？そうだね、スクルーチさんは世界中で商売をしてるんだよ。へえ。こんにちは、スクルーチさん。おお、そうだか。レストラン開くレベルなのか。相変わらず天気がいいの。今もドナルドとグーフィーと旅しているそうじゃな。どうだ、ドナルドは頑張ってるか。アッパンスティール、おじさん。スクルージさん、
さっきシェフって言ってましたよね。おお、そうだそうだ。うちのシェフがお前たちにお礼をしたいと言ってな。これを預かっていたんだ。ん？何かな？うわあ、ケーキだ！このケーキもらっていいんですか？わかっておる。それはケーキではなくタルトゥオフリューだとシェフが言っておる。言ってる？ただのシェフじゃないぞ。紹介しよう。リトルシェフだ。もう映画の時のさっきのモデルバリそのまんまやんね。レストランで商売するよ。旅先のたまたま入ったレストランで人生で最高のごちそうを口にしてな。その料理を作ったのがリトルシェフだったんだ。話を聞くとリトルシェフはもっと料理の腕を磨きたいという。それならばとわしがプロデュースしてここに店を出すことにしたんじゃよ。おお、お前たちに料理を振る舞いたいそうだ。食材を持ってくれば他にも作ってくれるようじゃぞ。やったね。たくさん食材を集めよう。そうしてやってくれ。いろんな食材で料理することがリトルシェフの修行にもなるからな。この町でも手に入るじゃろ。リトルシェフの他の料理気になるよな。うん、さっきのもすごく美味しそうだったしね。よし、じゃあ食材を探してみよう。まあまず食べてあげて。リトルシェフのレストラン。レストランでは集めた食材を使って料理を作ることができます。出来上がった料理を食べると一定時間能力が上がるといった効果を得ます。作れる料理は食材によって変化しますと。はいはいはい。あともう少し集めてきてくれ。足りんか。あ、ごめん。スクルージョリさん、ね、殴ってもだ。もっと集めようよ。食材ね。おお、こんなところに紛れてた。よし、これは見つけた。見つけたけど、こうか、こっからか。よし、はいはい。エキスパートリー。次は僕が見つけるよ。いや、と、そう言ってくれるのは君だけだ。ドナルドは何も言ってくれ。食材ってことはもう、おお。ほい、玉ねぎ。まだ食材が足りないみたい。もっと集めようよ。オッケー。知らないのか。クロウ。キャビア、キャビア。お腹が空いてきちゃった。おお。オープン。フローライト。下ビラメ。外行って取ってきてもいいけどな。なんとなくここで集めれるようになってる気はする。よいしょ。ステップタケ。どんな料理が。あ、もういけそうだね。楽しみだね。ほら。違った。はい。あ、キューブ残って出てんじゃん。全然見てないんだからもう。あった。よし。レモン。ヨネズかな。剣士ヨネズかな。あ。結構街中でぶん回すって狂気じみたことしてるな今。このマップ中で集めるんだとは思うんだけど、ちらほらこの落ちてるチラシ気になるけども読めるもんじゃねえか。おー、ライオン。
箱か果物入ってるような。あ、やっぱここで集めるんだね。バスケットかだな。どこにある？まだ見てないところ。ゴミ箱、さすがに。あ、あった。あ、いや、ここも見た。はい、これは何をしてるんだろうね。あ、あった。よし、こうしに行く。ほうほう。どこだ、アート。ちょいちょいバスケット。あった、あと1個。あった、オッケー。バター終わりました。バイト先か。ご苦労だった。ハイネたちはレストランでアルバイトしてるの？いや、なんで？私たちはポスター貼りのアルバイトをしてたのよ。町の空き地で野外シアターイベントが開催されるの。素敵よね。野外シアター、 QR コードもある。ほら、さっきのモバイルをここにかざしてみて。こうか？これで映画のお楽しみデータがダウンロードされたはずよ。後で見てみてね。野外シアターもおじさん。当然だったもん。おじさん、人をよく催し物を開いて、集まった人がくつろげる場所を提供する。例えばレストランとかな。それがビジネスには欠かせないシナジー効果というやつだ。おじさん、さすがスクルージさんだね。なんだか難しい、すごいことをしようとしてるのは分かったよ。なんとか効果ってのは分からないけど、商売上手ってことは伝わったかな。あ、そうだ、みんなに言っとかないと。なんだ？またうじゃうじゃやグニャグニャが現れるかもしれないけど、うじゃうじゃやグニャグニャ気をつけて。ああ、でもそんなのどうせ空がやっつけちゃうだろ。またどこかに行っちゃうの？うん、あっちこっちは。でもまた戻ってくるよ。忙しいやつだな。それで一つお願いがあるんだ。なんだよ、面倒は勘弁な。前に俺も消えたことがあって、その時にドナルドやグーフィー、カイリが戻ってくることを強く願ってくれた。だからハイネたちもロクサスが戻ってくることを願っててほしいんだ。なんだ、そんなことか。だったらお安いご用。いつも願ってる。今だってな。うん、ピンツも同じだよ。ありがとう。大丈夫。一瞬ニコニコ止まったかな。ヒントを与えすぎたんじゃないのか。我らの使命は誘導だ。見ろ、あの楽観ぶり。彼らにはあれくらい言ってやらないと分かるまい。ふん、確かに。しかしこれまで何度も空に計画を阻まれたのも事実。思い通りに動かなければ消してしまえばいい。そうなると代わりの器を探さないとな。計画は常に並行して動かすものだ。も
のだ。クラシックキングダムのゲーム出た。はいはいはい。もう十分やったよ。ああ、めっちゃ増えてる。シューティングスター。お、高い魔法力を秘めたキーブレード、ツーガンアローとマジックランチャーに変形します。素敵なことなるぞ。シューターモード。R2 を押し続けることで、照準に向かって連射攻撃を行うことができます。はあはあはあ、R2 がまさかの。はあ。あ、料理は、ここの料理メニュー、料理でここで食べれるようになるんだ。へえ。じゃあ、スターライト、ごめん、お役ごめんです。魔法力アップ。まあ、魔法中心な感じにね、鍛えてるからね、MP も上げて。リトルヘフと共に作った料理を食べると、ソラたちのステータスが一時的にアップ。オードブル、スープ、魚料理、肉料理、デザートを一度に食べると、フルコース効果で特殊なアビリティがつく。おー。割とレベル1クリアとかにも結構重要になってるのかな。食材持ってきたよ。お、かわいい。入る。一回やってみましょう。食べた時からじゃなくて、ちゃんと保存して持っていけるんだね。で、いつでも食べれるっていうのはいいね。さあ、料理できた？あれ？料理は？え？あ、ちょっと。お前が作るの？また？俺が作るの？肉。とりあえず一人前。肉作る。フランベで美味しい味付けをしよう。左スティックを回転させて料理に注ぐ。多すぎても少なすぎても美味しくならないぞ。程よく注いだら右スティックを押し込みでフランベしよう。ほう。ほう。美味しい料理に仕上げない美味しい味をイメージすること。左スティックを回してどれだけ注ぐかは美味しいイメージで判断できるぞ。はあ、ははあ。美味しいイメージが画面いっぱいになったらすぐに右スティックを入力しよう。くれぐれも注ぎすぎにはご注意を。よっ。フランベ。はあ、ごめん。なんやって。もっとぐるぐるぐるって回すってことか。美味しいイメージ広がってなかったもんね。ああ、はあ、ごめん。ごめん。よはい、エクセレント。これがフランベだ。やったね。ああ、びっくりした。リードボーのポワレプラス。おー、うまそう。デザート、食材カット。左スティック押し込み連打でどんどん食材カットしよう。食材がなくなったら右スティックの押し込みで次の食材を取ろう。はいはいはい、任せとけよ。よ、押し込みじゃなかった。あ、エクセレント。押し込みじゃなくて下に倒すやった。今回もエクセレント。あ、ちょっと待って。フレッシュコンポートプラス。ちょっと腹減るからさ、やめえや。めちゃんこうまそうやん、魚料理。ペッパーミル、かっこよくペッパーを振りかけよう。任せろ。塩振るのもいけるぜ。表示されるリングに合わせてタイミングよく左スティックと右を交互に動かせばペッパーを振りかけられるぞ。表示されるリングに合わせて。表示されるリング、はあ、ははあ。どれ？ドン。あっちゃー。ごめん。ごめん。ごめん。ほ。押し込みだよねこれ。それ。ピン。あ。あ。あっちゃー。トゥースロー。あれ？ちゃうね。右スティックを倒すのか押し込みなのかっていうのはわからん。はい。
倒しきるとこまでいかんとやから、結構あの押し込みじゃなくて下に倒すでした。やったね。お、下ビラメってこんなに輝くっけ。おお、キャビアも使ってる。これガチでちゃんと素材、うなぎとローリエとパセリでしょ。次どうなるだろうな。あ、出た、フランベル、俺の得意なやつ。はい、もう分かれば、分かればこっちのもんよ。あら、減ったね。うなぎのマトロートってなんかこれ、食撃の相馬とかにあったよ。レストランのランクが上がった。この店も軌道に乗ってきたようじゃな。メニューも充実してきた。新しい食材との出会いが刺激になっているようで何よりじゃ。これで客足も伸びるじゃろ。これからも頑張ってくれ。お任せろな、リトルシェフ。グルメリング。ほーよっ。はや、よし、やったね。コンソメってこんなに透き通ってておしゃれなもの。おーあーはあ、おお、リトルシェフのケーキ、みんなにも食べさせてあげたいな。食べさせてくれ。タルトゥオフリュイ、ラタトゥーユか。食いてえな。え、ちょっとやべえな。普通に腹減ってきたな。うん、デザートも楽しみ。俺が作ったデザートが後で来るぜ。ちょっと待って。よし。ああ、これですら。ちょ、グーフィー写真撮ろう。グーフィー。え、細け。グーフィー、かっこよく撮れた。おお、一緒に撮ろうぜ。グーフィー、鼻邪魔。グーフィー、もはや目が見えへん。あ、疲れちゃってる。あ、いいね。驚いた。取られたこと恥ずかしがってる。細けー。大変。おいしくってちょっと食べ過ぎちゃった。いいぞいいぞ。このポスターにはどんなお楽しみがついてるのかな。QR コード、ミュージカルファーマー。早くやろうよ。ミッキー・ザ・メール・パイロット。これって本当に昔にあったミッキー系のゲームとかなんかね。おお、すげえ、ユニオンクロスの時のやつとほぼ一緒の感じだ。コーノマーク。あ、これこんだけの数あるってこと。右上になんか赤い粒があるけども、で、トライアルターンは5個取って5個潰れてるってことかな。えぐクラシックキングダム。はいはいはい。あー、この巨人のやつやったな。結構ね、楽に終わったんが、音ゲー的なやつで、これだな。この、まだ解禁されてないけど、これ結構すぐ終わったんだけどね。ユニオンクロスだと、このジャイアントランドと、で、なんだろうな、あれあんまりない。あ、2ページ目もある。え、めっちゃあるやん。うわ、めっちゃあるやん。あとこの釣りのやつとで卵のやつとかいろいろあったけど、マジっすか。で今やるべきことは自由に探索してみよう。はいはいはい。やり込みますえぐいね。
自由に探索してみようか。そうだよね、目的。よし、スターシーカーだっけ。シューティングスター全然違う。スターシーカーは王様のだよ。ちょっと形似てるよね。あ、そうだ、ブリザードの前に俺が来たのでやっちゃう。ピピ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 ピ、空中に浮かした状態で撃ちまくる。次の敵いけるか。ねえわ。スーガンアロー。おお、ちょっと後にしよう。こんなところにも幸運のマークがありそうだよね。グーフィーパイセンどこ？さっきのども取った場所のことを言ってんのかな。どこのこと言ったんだろうな今。あ、待って、もしかして。ゴミやった。ただのゴミやった。さあ、シューティングスター。おお、服の色も変わっている。普通のやつ。シューティングスター。四角は、こう、バックステップとかになるのか。戦う。あ、やべ、やべ、時間経ってる。やべ、やべ、もったいないことしたな。あー、くそ。ブリザード、ブリザード。いいね。スーガンアロー。あ、ほい。あれ？あれ？おらら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 らで、遠距離攻撃もお手の物。おお、マジックランチャー。おお、で、これもシューターモードいける。おお、ランチャー素晴らしいな。ランチャー、あ、終わっちゃった。あ、あった、やっぱり。コメント、ごめん、見れてなかった。ちょっと、後でいこう。スーガンアロー。んでもって、フレアフォース。で、シューターモード。うらららららら。で、マジックランチャーにチェンジ。2段階のチェンジがあるんだな。ランチャー気持ちいいなこれ。ファイヤー狙い撃つで、フィニッシュが、おー、楽しすぎるぜ。で、上にあったっちゅうのは、あったー。あ、ほんまじゃ。ここじゃ。ありがとう。さて、もう一体ギリギリ出てきてほしいな。間に合うかな。無理かな。3、2、1。ぬい。おお、だけども敵がいないよ。おーし、なんてシュールだ。じゃーん、じゃーん、フィニッシュ。おー、
しそうに戦うね。ていうかもしかしたらこれもうこのマップあれかな、終わりかな、やることよし、じゃあ40分ぐらい経ってるんで一回ここで動画の方は保存止めて、生放送はそのまま継続していきます。ではでは、動画の方ご視聴いただきありがとうございました。まあ、早めに動画もアップしていきますので、よければそちら高画質版もお付き合いください、生放送の方も。ではでは、録画終了です。